どうも、チームシケーターの金子貴明です。今回も基本音声だけでも聞いていただける動画ですが、もし画面を見ていただいている方は、背景に使っている写真は、毎日投稿しているインスタグラムでアップしているものです。今年の秋に、初めて、ちゃんと本当に写真集128ページ、作って、販売させていただく予定なので、ぜひ各種 SNS 概要欄から、インスタだけじゃなくて、チャンネル登録ももちろん、応援していただければ幸いです。他の動画もね、なんかいろいろ出してるので、作品とか特に見ていただきたいので、よろしくお願いします。ということで、前回、こういう感じの動画で、今後欲しいカメラの話を、バーって、5つぐらい紹介させていただいたんですけど、今回は今後欲しいなと思っているレンズの話をしようかなと思います。とはいえ今僕は一眼のマウント的な話をするとルミックスのマイクロフォーサーズと、フルサイズは L マウントの、システムで今お仕事とか、プライベートの作品撮りとかもやらせていただいてるんですけど、カメラはね、どんどんやっぱり性能が更新、されていくので、どうしても、ある周期では、買い替えないと、アップデートしていかなきゃいけないものなので、常にあるといえばあるんですけど、レンズに関しては、特にマイクロフォーサーズの方はね、もう現状そこまでもう、買い足す必要ないかなっていうぐらいのものは揃っていて、今後ね、もうやろうと思ってできてない所有レンズとか機材の紹介も一通りしていきたいなと思うんですけど、一部はね、ちょっとやってるんですけどね、古い動画で。なので、マイクロフォーサーズはもう買い足す予定はないんですけど、むしろね、マウントがもう今後なくならないかどうかだけが不安っていうか、もう頑張ってほしいですけどね。オリンパス の OM5 も、見るとあれだし、ルミックスもね、今度久しぶりにまた、新型が出るような噂がありますけど、レンズも Vlog 向けの広角のね、単焦点はちょっと前に出たのかな。でも、そもそもフルサイズもね、レンズあんまりこう、更新されないんで、ちょっと頑張ってほしいなって感じなんですけど、なので、フルサイズ。L マウントの方で、いくつか、必要になってくるかなっていうのをちょっとつらつら話していければと思うんですけど、まず第一に、これはね、もう本当、現状、いいけど、どっかで、所有しといた方がいいかなっていうものが、70-200の中望遠の透視ズームですね。第三元って言われてるものの望遠側のやつです。広角は一応小三元の F4 のやつが、ルミックスの純正の1635かなのやつがいただき物があるんですけど、それが一番ちょっと、稼働率が最も低い僕の中ではレンズになってて、だからちょっと置物になっちゃって、どっかでね、キャンプとか行った時とか使いたいんですけど、そもそも僕はインドアっていうのがやっぱ大きいんで、マイクロフォーサーズではルミックスの一応純正の F2.8 のやつ、本当にコンパクトでね、インナーズームの、いいやつがあるんですけど、それもそこまであまり出番がないんですよ。というのも、オリンパスの12-100の、高倍率ズームの F4 のやつを買ってからですね、だいぶそこにちょっと出番を取られてしまってる関係で、マイクロフォーサーズのレンズの中では本当に出番少なくなっちゃったかなって感じですね。なのでフルサイズの方だと、僕の場合はね、動画メインってこともあって、なおさら出番がなくて、ちょっと望遠が欲しければ、今のところ純正の24105の F4 のやつですけど、がある関係で、それでいいのかなっていう感じで、それで結構足りるので、それ以上望遠欲しかったら、大体動画なんで、さっき言った12ミリから100ミリで、場合によってその70-200の純正のやつって感じなんで、フルサイズの望遠って重たいんですけど、L マウントのやつは特に今出てる中では、もう純正の F4 か F2.8、小三元か大三元の2本だけなんですけど、どっちも F4 でもクソ重くて、で、F2.8 はね、仕事でもね、はぁってなるぐらい、もう僕の中では気軽に持ち出せないものなんですよね。なんか、シグマがいよいよ出すんじゃないかという噂がちらほら出てるみたいなんですけど、直近でどうしても、フルサイズで望遠必要だなって必要に迫られた場合、一応、考えてはいるんですけど、F4 か F2.8 かどちらにするかすごい難しくて、で、
F4 はLマウントが最初ね、S1 シリーズと一緒に出た時に最初のラインナップで出てたやつっていうこともあって、小三元だけど一応プロレンズみたいな感じになってるんですよ。その後に、F2.8 のやつが出たんですけど、まあ映りとかそういうそのものも、まあ、ほぼ違いはない。ちょっとしたなんかファンクションボタンとかがなんか増えてたりとかなんかするみたいですけど、まあ概ね F 値以外はあんまり違いはないみたいで、で歪曲構成もどっちも F4 の方も結構光学的にも歪みが少ないみたいなんで、で僕の場合は多分想定されるのはもうスチールなんですよね。スチールでちょっと望遠が欲しいなってなった時にっていう感じなんですけど、しかも想定されるシチュエーションが、場合によっては少しでも明るさ稼ぎたい場面もあるっちゃあるんで、もうどうせまあどっちも重いんでね、まあ、1キロと 1.5 キロかな、どうせ買うんだったらもう 2.8 でもいいのかなって思ってるんですけど、ただもう価格差がすごくて、どっちもねルミックスのプロレンズって最近ねまさかの値下げアナウンスが出てだいぶお求めやすくなったんですけど、 F4 の方が今店売りで13-14万ぐらいで、F2.8 の方が25万から7万ぐらいだったような気がするんで、結構価格差がすごくてその1段分の明るさのために、であとコンパクトっていうこともやっぱりでかいんで、もう動画だけだったらねぶっちゃけもう F4 でいいのかなと。もう今後のカメラのねテクノロジー的に ISO 結構だいぶやっぱり上げられるようになってるんで、で僕はボケも全然いらないんで、もう明るさだけなんですけど、っていう、本当とりあえずシグマがどういうの出してくるか待ちですね。F4 なのか F2.8 なのか、多分 F2.8 だと思うんですけど、それが相当コンパクトだったり、もしコンパクトだったら歪曲の補正なんかは電子補正とかになったりすることもあると思うんですけど、でも僕写真だったら光学的に歪曲あってもそのカメラでちゃんと補正されてるんだったら別に問題ないと思うタイプなので、本当にとりあえずシグマ待ちですね現状ね。それで、まあ、3択の中で決めようかなっていう感じになってます。で次が、高倍率ズームですね。具体的には何回か名前も出しているマイクロフォーサーズでいうオリンパスの12-100みたいなやつですね。あれはね F 値 F4 で固定で透視のやつなんですけど、まあ、別に F 変わってもいいですよ。もっと言うとソニーの E マウント の, タムロンの、28から 200mm の、F がでも 2.8 から 5.6 ぐらいのやつ、あれがねこっち L マウントに来てくんないかなみたいな、もうあれ超羨ましいですよね。あれそんなに大きくもないし、オリンパスのその12-100とぶっちゃけそんなに多分変わらないぐらいの大きさと重さで、でフルサイズでそのままほぼ 28mm スタートっていうのが意外とでかかったりするんですけどね、欲を言えば24から欲しいっちゃ欲しいんですけど、でもそれでもフルサイズでほぼ同じ大きさでああいうレンズが使えるっていうのは本当ソニー羨ましいなっていうので、こういうレンズさえ L マウントで出てくれれば今後フルサイズとかでもプライベートの旅行で機材固められたりとかね、ソニーはね2040の F2.8 の透視とかがね旅行にいいレンズがあったりとかして本当ね羨ましいんですけど、でこういう高倍率ズームは特に F 値が変わるやつだと仕事で使ってる人ってあんまいないと思うんですけど、僕の場合はまあもちろん限定的ですけど仕事でもね結構使える場面もあるんで、そういうレンズがあったら、もし L マウントで出るんだったら欲しいカメラの話でも出ましたけど、サムヤンですね。サムヤンはすでにタムロンが出してる35mm から 150mm の F が結構明るいところ変動するけど F2 台で変動するようなね、すごいレンズをすでにパクってるみたいなので、サムヤンがそのタムロンのそれもパクってくれることを期待しています。でもねはっきり言ってそれを先にパクってほしかったなって感じなんですけど、多分先に出るのは多分なんか噂だと35-150らしいんですけどね。で次が、標準域のパンケーキレンズですね。これは、シグマ FP に付けっぱなしにする用として欲しいですね。だから 35mm から 50mm ぐらいで、軽くて AF があって、まあ、写りも現代水準のやつですね。それが欲しいです。だからもう具体的に言うと、本当キヤノン の, RF でも出ましたけど、まあ、28mm とかでもいいんですけど、まあ、その 50mm のね、定番の 1.8 の巻きレンズみたいな、ああいうのが欲しいですね。でも純正では出る気配ないし、中華レンズとかだといくつかあるんですけど、Lマウントで直でくっつけられるやつね。
でもそれはやっぱり映りがどうしてもオールドチックだったりとか、当然オートフォーカスもないんで、まあ、もちろん安いってのもあるんですけどね。だから今 SIGMAFP でもうとりあえず持ってくようにつけてるレンズはもういただき物の 45mm の F2.8 の、一緒にキットでついてるようなコンテンポラリーのやつが結局最適解になっているんですけど、でもあれもそうなんですけど、 i シリーズはまあなんだかんだ、まあ、小さいんですけど、やっぱりそれなりにちゃんと作りがね、金属製でね、しっかりしてるだけにやっぱり案外ちょっとずっしり感もあったりとかするんでね、これもまあサムヤンならなんか出してくれないかなっていうので期待していますね。あ、ちなみにライカの M マウントのやつにアダプターつけてっていう手もあるんですけど、本当にパンケーキのレンズ結構あるんですけど、まあやっぱり AF がないのと、あとアダプターがやっぱりでかくて、アダプターつけると結局ねっていう、結局その45mm の F2.8 をフードなしにすれば結局同じぐらいの厚みになっちゃうんで、まあそれもちょっと残念ながら選択肢に入らない。めっちゃ薄いやつはあるんですけど、それはやっぱりさすがに写りがなっていうものしかないので、やっぱり常にもう適当に持ち歩くスナップ用のレンズはやっぱり僕移動中についでに撮ったりすることも多くて、片手しか使えないっていうところが多いんで、 AF がないとやっぱりちょっとしんどいなっていうのがやっぱりあります。昼間だったらね、それ F をすごい絞って ISO も結構上げてシャッタースピードも稼いで何も考えないで押すっていうスタイルでもいいんですけど、僕ちょっとそれは、できれば嫌なので、まあこういう感じになっちゃいますよね。で、次が、これもフルサイズね、L マウント用の魚眼レンズですね。これはもう世に出てるもので、TT アーティザンって結構有名になってきてると思うんですけど、中華製の焦点工房さんで取り扱ってるメーカーなんですけど、それの 11mm のフルサイズ用か、APS-C 用の 7.5mm、 これはね、APS-C モードとフルサイズモードで切り替えたりすることで遠州魚眼としても使える、しかも後玉の方につける ND フィルターもついてるってことで、買うんだったら、まあ値段も安いってのもあるんで APS の 7.5 かなって今のところ思ってるんですけど、例えばまあミュージックビデオとか、そういうなんかの特殊な、まあ本当飛び道具として使えそうだなっていうので、本当マジ買おうかなと思ったタイミングあったんですけど、なんかちょうど物価高になって値上がりしちゃって、まあ特に 11mm の方は結構値段上がっちゃって、もうそれで気分が下がっちゃって買うタイミング逃しちゃったなっていうね。で、あとはもう今 GoPro11 があって、 GoPro でもね、今そういうの撮れちゃうんで まあ暗いところに弱いっていうのがあるんですけど、別に明るいところだったら別に GoPro でそういう素材撮っちゃえばいいじゃんみたいな、撮ろうと思ったらね、なっちゃったっていうのもあって、まあ必要だったら買おうかなってぐらいですけどね。純正だとどうせ出ないし、別にこれはね、逆にオートフォーカス別にいらないんで、まあ、純正で出たとしても高くなりそうなんで、まあ必要になったら買いますって感じ。で、あとはもうこれはもう完全に贅沢品ですけど、もうそういう気分になったってだけですけど、新しいね、50ミリの、まあ、前後の単焦点。ね、もう標準域、ね、50ミリ、僕はもう50ミリ大好き、50ミリ至上主義者で、もうできるだけ50ミリで、ね、撮りたい。よほど、なんか理由がない限りはね、もう、なんか他の焦点距離で撮るのはもう50でどうしても撮れないからっていう考え方でやってるぐらいの人間なんで、まあ、ズームも合わせたらもう50ミリって何本もカバーしちゃってるんで、もう飽和しちゃってるんですけど、なんかね、今まで所有してるのと全然これは毛色が違うのが欲しいんですけど、ただ、もろオールド的なのはね、もういらないんで、まあ、オールドレンズもそんな詳しくないっていうのもあるんですけど、やっぱり現代的な写りの、ね、俺の基準でそういう範疇の中でちょっとやっぱなんか結構違うなっていうのがあれば、だからコシナのね、北斗レンダー僕大好きなんですけど、それがいっぱいやっぱり M マウント用のいろいろ出してるんで、まあたまにね、まあ合間でなんとなく気分転換で物色したりしてるんですけどね。いや、もちろんね、ライカのレンズもね、それはね、タダでもらえるんだったらそれは欲しいですよ。ズミクロンとかでもいいからね、欲しいんですけどね。まあまあ、ただね、これはもう完全に贅沢品なんで、もう今ね、持ってるものでも全然別に不満があるわけじゃないんでね、ただの気分転換、ちょっとストレス溜まってきた時になんかふと思ったりするだけなんで、まあこれ思ってるだけ、っていう感じです。はい、ということで、カメラ本体みたいなのと比べたら、まあそこまでね、なんか別に困ってるわけじゃないし、最初に言った70-200以外は本当完全に贅沢品に近いっちゃ近いんで、まあ
まあ、レンズはね、もうある程度現代的なその写りみたいなのの基準をのあるラインが多分あると思うんですけど、そこ以上のものであったら、あ、まあ、違いっていうかね、うん、僕はまあ違いっていうのは何も知らないね素人の人がパッと見て明確に、あ、なんか違うってね、分かるレベルじゃないと、まあ違いってなっていうんだと思ってるんでね。まあガチの整形とかね、撮るとかそういうんじゃなかったら、まあ究極、まあ本当何でも言っちゃいいんですよね。あの最初に言ったあの秋に出す予定の写真集も、まあもちろんその適材適所で一番ねいいレンズ、できるだけ自分が好きな写りのレンズをもちろんチョイスはしてるんですけど、状況によってそれに勝るなんかね利点とか要素があったら別にレンズ何でもこだわらずに結構使ってて、でもしよかったらね本当購入いただいて全編見てもらえればわかるんですけど、まあ何種類かレンズ使ってるんですけど、でもどこがどのレンズで撮ったかわかるって言われたら多分みんなわかんないと思うんで、ある一定の基準水準満たしてるレンズだったら、もう特に本にするんだったらね作ってみてわかったんですけど、まあ紙質とかにもよると思うんですけど、もうぶっちゃけもう何でも本当いいんじゃないかなっていう。ただそのいわゆるちょいちょい言ってますけどオールド的なやつはもう結構目に見えてやっぱ違うんで、それはもう好みの問題でもあるんですけど、そこは、うん、やっぱり線を引いてオールドレンズチックな属性の写りか、もうそうじゃないレンズかみたいな。でもそれも編集でねある程度オールドっぽくもなっちゃうんで今。まあね、レンズは本当に F 値、明るさとか焦点距離とかなんかそういう どっちかというともうどこまで実用性があるかとか、フォーカスリングの方向とかそういうもうね、特に動画やってる人なんかは写りかどうこうっていうよりはもうなんかそういう実務的に使いやすいかどうかとか利便性の方で結構選んだりしてるし、ほとんどの人がもう単焦点っていうのはもうズームレンズ使ってるんでね、あのシネレンズとか以外はね。まあとはいえクリエイターなんでね、自己満と言われてもできる範囲の中でこだわりを持ってあの機材をチョイスするぐらいの感じの話だと思うんですけど、なんかこういう考えもあるんだって参考にしていただければ幸いです。よかったら概要欄から作品見ていただいたりとか、他の動画1本でも見ていただければ幸いです。インスタグラムも毎日更新してます。よかったらフォローチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。コメント高評価チャンネル登録よろしくピカ。再生リストから作品とかも見てほしいピカー。